ということで、本日はですね、最後に、音羽さんにこのディズニー映画ズートピアの主題歌でしたトライエブリシング、弾いてもらいまして、あ、ズートピア作りますか。あ、わかりました。じゃあどうぞ。風で飛ばないように気をつけてね。今からうちの3歳児と5歳児がですね、うちの息子と娘たちがですね、ペニーアーケードでゲットした動物のぬいぐるみを使ってここにズートピアを建設してまいります。少々お待ちくださいね。それでは動物たちの楽園だったっつってね、本当に風で飛ばないように気をつけてね。まだあんの？ OK？ どっから出てくんの？どこに仕込んでんの？できた。もういい？もう出てこないね。はい、ということでね、皆さん、我々今日ここにズートピアを用意してまいりました、ね。皆さん一緒に盛り上がっていただければと思います。それではお父さんはトライエブリシングお願いします。はい、ということで、本日はね、ズートピアの公開日にちなみまして募集ですよ。仕事におもちゃなんか持ってきてるんじゃないよということで、ね、後で返してあげるから。